はい、前回はですね、ついにですね、ロストアイランドらしく PGC VS ですね、226の戦いが始まりました。これからね、援軍である HPP さんと UFH さんを待ちながらですね、激しい消耗戦をしていこうと思います。はい、紛争地でね、あんだけ PGC の進路を妨害したり邪魔してくれた226の名手さんがですね、まだね、交渉しようとしております。これはね、多分トンネル抜けないんだったら手伝いますよみたいなこと言ってるんだけれども、いや違うんだよね。たまたま仕事で人がいなかっただけで、機関が落とせてるんで、トンネルも落とせるはずなんです。はい、いくつかね、拠点を渡すからさ、もう平和的に行こうよみたいな、自分が悪いよみたいな感じでですね、226の名手さん謝ってくれてるんですけれども、まあいいアイデアだと思うんで、まあ検討はしようかなと思いますみたいな感じで返してます。ただですね、ここまでやってきた行いを鑑みるとですね、もうすでにですね、 HPP さんも UFH さんも226と戦うムードになっているので、これどうかなと思いますけどね。ちょっとまあパグはそこまで絶対戦いたいわけではないんですけれども、まあ PGC のメンバーもやる気満々なのでちょっと難しいかもしれない。はい、パグさんがね、シーズンチャットでそんな交渉事をしている間もですね、PGC メンバーはですね、こっそり監視所を立てていったりとか、226の拠点を破壊しようとしてみたりとか、まあやりたい放題楽しそうですねやってます。はい、226さんもね、気がついて監視所を破壊しに来ていますこれも止まんないでしょう。はい、そんなことをしながらですね、 PGC と226の名手同士がシーズンチャットで話し合っております。はい、ちょっとね、めんどくさくなってきたから眠たいって言ってますね。いや、パーグさん朝起きないから基本眠たいのよ。おやすみなさい。はい、眠たいのにまで言ってきますね。多分君たちとこれ以上建物を共有しないのは私のせいなのかもしれない。潔はいいんだよな。しかし、より多くの攻撃と引き換えに、この時点で味方を連れてきて私たちを攻撃するべきではありませんでした。すいませんでしたわかりました。じゃあここにパグさんいるんで、殴っていいよって言ってきましょう。おやすみなさい。はい、多分私のやり方が間違っていたのかもしれない。もっといいやり方があったんだろうか、ぜひ教えてほしいっていう風に言われてますね。なんで私が一人でそれを考えなきゃいけないんだと。一緒に考えるべきことだろうと。あと、Please teach me っていうのは教えてくださいなんだけれども、パグさんはあなたの先生ではない、ティーチャーではないんですって言っておきましょう。おやすみなさい。はい、パグアラのみんなは楽しんでおります。間違いなく。はい、その夜ですね、ちょっと遅れてね、トンネルを抜いた UFH さんなんですけれども、この黄色のね、RED さん、レッドさんですねに、ちょっとね、邪魔されてるみたいで、監視省を壊していると、小競り合いが発生しております。 UFH さんもね、 PGC のところに来てくれるためにですね、他のアラと戦ってくれているという、まあ感動のシーンですねはい、さっき森さんがね、パグさんうちのためにやってくれてるんだよ、知ってるわ録画するんや、知ってるわ感動のシーンだよ、わかってるわさっき森さんおもろすぎ。さあ、ここまでね、いろいろ作戦を立ててもなかなかうまくいかなかったんですが、今回の作戦はね、うまくいっております。紫の HPP さんがもう木を通り越してますね。上側も塞いでですね、青の226が木に触れられないようになっております。はい、今からね、 HPP さんが青の226と、接触して戦闘になるでしょう。はい、 PGC もね、これまで我慢してきた分鬱憤が溜まってるみたいで、やる気満々、朝早く起きて奇襲をかけるらしいです予想通りボコられていますが、明日朝8時より奇襲攻撃をかけようと思います。起きてる方、起きられる方はぜひ、ご参加ください。壊された監視所を復活させたりする簡単な軽作業ですなお、防寒が入ってくるかもしれませんが、お気をつけください。8時の集まり具合を見て何をするか決めます。かっこ先森さんが、
A パグは起きられません。やる気の先森さんが頑張るらしいです。明日は最終日だから最終優先だぞって方は無理に参加しなくても大丈夫ですと。負けてもいいから楽しくいきましょう以上ということで、全体メールを送って、パグさんは早めに寝ようかな、もう今日は。朝8時、さきもりさんがちょっと遅刻したというのは、内緒だそうです。あー、行っちゃったごめんなさい。お、226がなんか言ってますね。217よくやった、感謝。 217BGC ですね、感謝されましたね。これで君は291を俺たちと戦いやすくした。お、気づいたかそれが目的でした。こっちのね、攻撃の意図がね、バレつつあります。というかもうバレた。まあいいよね。はい、今にもですね、紫の HPP さんと226青がですね、接触しそうな状態です。お、アライアンスタワーできましたね。監視庁ができました。はいはい、部隊が早速戻って、お、いきなり、ほら見てください。これ多分このロストサーバー最強である HPP のアクアさんですね。紫の星がまばゆく輝いております。この人怖いんで逆らわないようにします。宣言もね、ほら我に従えって書いてありますんでね。はい、226の方がですね、また、シーズンチャットで言ってますね。219、289、276の人の外交官、そして私たちに外交官に連絡してください。議論すべきことがあります。またトラブル、みんなありがとう。はい、なんとか仲間を見つけようとされているようです。お、すごい、 UFH さんがほら1マスだけ抜けてる、ここすごい、こんなことできるんですね。で、この1マスを起点にして監視所をさらに伸ばすってことね。すごいすごい。これでね、ここを抜けて UFH さんも、こちらに来ることができそうです。はい、 HPP さんがですね、完全に青の226の港を奪いに入っております。はい、半分占領し終えて、もう半分も行ってますね。HPP は抵抗が見られないですねちょっと PGC にはあんだけ抵抗するくせに HPP には抵抗しないってことね。パグ嫌われたくさいな。まあいいか、しょうがない。なんか226動き鈍いねって言ってますね。もしかして深夜に弱いタイプ再生金ないんじゃないって言ってますね。にやり、狙い通りじゃ。はい、ということでついにですね、トンネルレベル9が解放されて、木までの道のりが、開けたわけですけれども、まあトラブルありつつも、おおむね作戦通りにいってるんじゃないかなと思います。PGC とね、 HPP さん、それから UFH さんはですね、もうフルーツパラダイスから226を追い出す気満々なので、次回はですね、HPP さんと UFH さんが入ってきてですね、フルーツパラダイスで総統戦を行うという形になりそうですね。はい、途中ね、だいぶ我慢しましたけれども、45日の長丁場ありますから、これからね、楽しくなっていくんじゃないかなと思っております。はい、それではいつも通りですが、少しでも面白いなと思っていただけた方はですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。最後まで見てくれて本当にありがとう。